今回の舞島のインタビューなんですが、2年目の入山投手に来ていただきました。入山さん、よろしくお願いします。お願いします。キャンプから順調に実戦も重ねていってると思うんですが、ここまで振り返ってどうですか？今のところは順調に、やっていけてます。まあ、改めて昨シーズンの振り返りから最初しようかなと思うんですが、去年チームトップの44試合投げて経験も積んだと思いますが、ルーキーイヤーというのは振り返ってどうですか？はい、去年はとてもそうですね、たくさん投げれていろんな経験もできたんでとても良かったです。その中でも抑えを任せられた時期があったというのも大きかったと思うんですが、どうですか？そうですね、やっぱ最終回はとても緊張するんで、勝ち負けが決まる場面なんで、とてもそういうところで投げさせてもらえていい経験ができました。ボールの力であったりコントロールであったり、去年1年でレベルアップできたことはどんなところになりますか？ボール、そうです。後半ちょっと疲れか分かんないですけど、あんまりボールもいかなくなった時もあったんですけど、メンタル面とかはとても成長したかなって思います。そんな中、2年目のキャンプを迎えたわけなんですが、キャンプではどんなことに取り組まれていたんですか？体作りをとりあえず去年より体重増やして筋力も上げてっていうのをしっかりやってきました。ということはボールの力もアップしたんじゃないかなと思うんですが、今年のボールの勢いはどうですか？まだあんまり実感しないですけど、これからそうですね、結果が出てくれればいいかなって思います。ここまで実戦を重ねてみて、収穫だった部分、ここはできているなっていう部分と、これから課題にしていかなきゃいけないなっていう部分はどんなものを見つけることができましたか？体作りは、ある程度できてきたんですけど、まだフォームとかがうまくいっていないんで、技術面を次はやっていきたいなと思います。昨シーズンオープン戦期間中にフォークを覚えたって話を伺ってびっくりしたんですが、今変化球の方はどんなところに手応えを持っていますか？はい、去年よりそうですね、感覚はだいぶ良くなって、まだ変化は増えてないんですけど、フォークとカーブはだいぶいい感じになってきたと思います。今年も、支配下を目指す戦いにはなってくると思うんですけれども、そこに向けての、ポイントはどんなところになっていきますか？アピールポイントといいますか、アピールポイント、今年はそうです、三振とかを多く取れるように、頑張っていきたいと思います。そのためにはストレートの力ですか、いろいろあると思うんですが、変化球のキレなどどんなところがポイントになると思いますか？はい、やっぱりちょっと自分はまだ制球力がなくて、結構カウントが有利にならないことが多いので、しっかりカウント有利にして落ち球とかまっすぐで三振取れたらいいなと思います。今シーズンもまずファームで抑えをっていう気持ちはありますか？はい、あります。それではまた緊迫する場面で出てくることを期待しています。それでは最後にバファローズファンの皆さんに入山さん一言お願いします。バファローズファンの皆さん、今年も、一生懸命頑張りますので応援よろしくお願いします。ありがとうございました。入山投手でした。ありがとうございました。